戸塚カカントリークラブは神奈川県横浜市旭区大池町に広がるゴルフ場である。1958年代、旧姓7高生たちが言い出した新幹線が通ったら戸塚カあたりに駅ができる東西財界の交流も多くなるが、霞ヶ関カントリークラブでは遠すぎると言って戸塚カにゴルフ場を作ろうと言い出したのに始まる。株式会社さんは銀行、渡辺忠夫、 株式会社電通、吉田秀夫らで財界人が集まった。1958年11月19日、新たなゴルフ場の建設に向けて、神奈川開発観光株式会社を設立、社長に、三輪の新吉が就任したが、すぐ健康返しで、吉田に交代した。ゴルフ場の建設用地は、神奈川県横浜市の相模と武蔵の境で、99、宿である。 ところが、芝を植えるには、不向きな土壌で、こりゃダメだと、コース設計の井上誠一が言ったが、吉田は、悪いコースでもいいから作ると言った。だが、用地の買収が進まなかった、36ホールすべての設計を井上誠一に依頼するはずだったが、買収のまとまりの早い川上コースの設計を、間の定期値に依頼し、なぜコースはまとまった段階で設計を、 井上誠一に依頼することにした。1959年10月7日、コース志向の自震祭が挙行をれた。1961年12月20日、川上コース18ホールが完成し、開場した。1962年10月11日、なぜコース18ホールが完成し、開場した。クラブハウスの設計は、丹下建造、建物の巨大さと、 奇抜さで世間を驚かせた。コースは、給料コースで、アップダウンは大きくないが、うねりのある、フェアウェイが難易度を高めている。2020年4月10日、新型コロナウイルス感染拡大の予防、来場者の健康と安全を考慮して、4月14日より、クローズを決定した。4月22日、クローズ期間を5月7日までとした。政府発表によっては、 クローズ期間延長の可能性もある。5月5日、クローズ期間を延長し5月14日までとし、5月15日より、会員及び会員登録家族のみの営業とした。5月21日、6月2日より、営業緩和された。郵便番号241-0834神奈川県、横浜市旭区大池町26番地鉄道道路。ありがとうございます。